スッカスカすぎてやばい。オイルマネーには勝てなかったよ。まさかソウルだけか？スタニングローズが中山記念やめて大阪杯直行になったぞ。まあ言うて強い馬が強い馬の集まる賞金高いレースに行くんだから自然ではある。真にスカスカなのはハルテンや。見てみー推定一番人気を金庫賞叩いてやってくるぞ。爆死しそうなローテ、笑い。フェブラリーステークスがスカスカ。レモンハリオがいないくらいでむしろ去年より全然いいメンツでは。印象論でずっとフェブラリーステークス叩いてるやついるよな。それかダート見てないやつ。レモンとウシュバいない時点で。ウシュバはマイル戦には失踪してこない。あの馬は下限1800だ。フェブラリーはレモンとかは代ないだけや。G1 一勝組のぬいぐるみかチャンス到来やん。今年のフェブラリーはかなり面白いメンツ揃ったわ。スカスカというのはやめた方がいいと思う。去年はフェブラリーはカフェファラオが出てたらとか言われてたけど結局中東じゃこれといった結果は。残せず挙句の果てに勝ち馬に近い条件でボコボコにされて大恥かいたんだから。まあレモンファンは尻でん掘ってるのがメインみたいなところあるから大丈夫やろうけど。3着でフェブラリー勝ちより賞金もらってる中東の結果は特に問題ない。南部杯カフェはレモン関係なく恥かいてるし南部杯レモンは2月レモンの倍ぐらい強くなってそうな。走りだったからあまり参考にならない。大阪杯って地味に適正ゲー？阪神内回り2000は小回りの適正が必要。直線も短い方だしな。地味にどころか派手に適正ゲームやぞ。府中適正のある後ろからの馬がくっそきついレースやからな。秋に活躍した馬がつまずくのが春の阪神まである。それこそ去年のスターズオーナースとかは直線があと50メートルでも長けりゃ勝ってたかもしれんし。地方ダートとはいえ G1 馬複数、G1、2着馬もいるのにスカスカってどうすりゃええねん。大阪杯は外枠と差し追い込み場絶対勝てないゲー。やはりデムーロ、デムスペは全てを解決する。言うてもフェブラリーはそんな変なやつ勝たんやろ。大阪杯に関しては誰もフォローしないのくさ。フェブラリーは豪華っちゃ豪華。芝の中堅どころが一気に押し寄せてきてるからてんやわんやになってるだけで。ぶっちゃけ大阪杯はアキスレースやけどフェブラリーステークスはだいぶいいメンツやないか。フェブラリーは G1 馬がゴロゴロって感じではないがそれはそれとしてこれからが気になってる馬が集まってるから素直に楽しみ。ウィルソンとかドン・フランキーとかミックとか。ソウルは北三三区なら大阪杯くらい勝て。サツキ勝った余韻で走ってるようなもんだし。大阪杯はリーディング上位の騎手もいないし、ソウルも適正あるかと言われれば疑問だから、ジンバ G1 初制覇チャンスがそこそこありそうで楽にそこが楽しみ。フェブラリーは前哨戦の勝者両方とも回避ってのが個人的に若干不満かなって程度で各路線の有力馬、揃った面白いメンバーだと思う。前哨戦の勝者どころか現状両レースの上位全員でないは出れないなのがね。コーナリングクソで小回り怪しすぎるソウル程度が想定。一人げな大阪杯はフォローできない。フェブラリーはベストオブベストじゃないってだけで言うほど、大阪はちょっと格落ち感なくはないがそれでもちゃんと G1 してるし、ハルテンはもう長距離路線自体が、昨年の1着2着、いません昨年のダービー馬、いません。昨年の菊花賞馬、いません昨年のジャパンカップ有馬で上位だった馬、いません。石油野郎。プログノーシスって大阪杯出ないの？ドバイターフ。ドバイやめて金庫賞、香港にしたんじゃなかったっけ。ハルテンは明け4歳馬が長距離で覚醒するから、多分。ソウルは勝ってほしいけど阪神内回り絶対合わないだろ。スタローにしても金層振るわないしなんか微妙な馬が勝ちそう。宝塚と条件被ってる先行内枠レースでしかも賞金高くないとかそりゃこうなる。ブレッツァディープボンドブローザホーンのハルテンソウルオリエンスゼッフィーロヒシーグアスの大阪杯。どっちが上やろ。プボの実績、あくまで実績、とブローザホーンの勝ちが記憶に新しいせいで点張るのが豪華に見える。ウィルソンとブライレイでいるフェブラリーはかろうじて G1 の名誉守ってる。大阪杯の方はガチでやばい。春の芝中長距離路線と秋の中長距離路線の G1 の勝ちに差がありすぎない？まあフェブラリーの論点はどう考えたって芝馬のいきなりフェブラリーチャレンジの方よな。それこそ大阪杯行ってもろてなやつも割と。左回りの広いコースの選択肢がハンデ重そうな東京新聞杯しかないから消去法でフェブラリーしかないんだ。そういう馬が出てくるのに文句言いたいわけじゃないんだけど、今年の3頭参戦はやっぱ多いわって思うところはある。近年の勝ち馬がジャックドールポタジェレイパパレと大阪杯前も後も G1 勝ちないのが印象悪い。ジャックドールは事情もあるしレイパパレはようやっとる方やろがい。なおポタジェ、うるせえ、フェブラリーステークスにはな、ホープフルステークスを勝った馬がいるんだぞ。ホープフルステークスを勝った馬と NHK マイルカップを勝った馬とジャパンダートダービーを勝った馬と JBC スプリントを勝った馬と、J
JBC スプリントを勝った馬と JBC クラシックを勝った馬がフェブラリーステークスを支える。ある意味最強だ。なんでホープフルステークス勝ち馬が3番人気にはなりそうなんですかね。チャンピオンズカップ3着と東京大賞典3着で3番人気なんだから当然なんだが、なんならホープフルステークスとか一切無視してジュンダート馬として見て妥当な人気だが、年齢考えたら大敗しない限り当面人気も下がらなさそうな実績なんだよな。ホープフルステークスのことは忘れろ。牛馬いないとかケチつけてんのマジで何癖つけたいだけだわ。なんでマイル戦に牛馬が出るんだよ。クラウンプライドだって元からマイル使ってないしサウジ組で可能性あんのレモンポップと名称張りを。だけだろ。ソウルイグアスエルトンの中山記念組とプラダリアオペラの京都記念組とローシャムゼッフィーロデルレイの別路線が中心になる感じかな。小粒だけど逆に抜けた馬はいなくて楽しみなメンバー。見応えのある G2 くらいのメンバー。ソウルは勝ってるけど現役中距離 G1 未勝利馬最強決定戦みたいな感じになってるな。新しい王者が出てくるのも面白いよな。個人的にゼッフィーやチャックはハルテンで見たいけど、レイベンやエルトン、バトルボーンが大阪杯に参戦すると熱い。フェブラリーステークスは最初間違いなくスカスカだったけど地方からの殴り込みと芝馬軍団突撃のおかげで、オメガギネス除外濃厚という変な濃さなってるからね。面白すぎるやろこれ。南関東3冠馬フェブラリーステークス2着、チャンピオンズカップに3着、東京大賞典に3着、JBC クラシック1着、JBC スプリント1着、南部杯2着、地面見るとやっぱ豪華だな。惜しむべきはネギシステークスと東海ステークスの勝ち馬がいない点か。プライレーデが人気にならない理由探すなら、マイル実績ゼロなとこ。ウィルソンテソーロとオメガギネスは格低いレースとはいえマイル以下も勝ってるんでその面で妥当。そもそもその下のキングズソードやレッドルゼルやイグナイターも出し出走馬がマイル噛み合ってなさげなのが多い。ウィルソンは1500でドライスタウトに勝ってるのもあってオメガより人気してもおかしくないが、乗り代わりがどう出るかだよな。原くんより松山の方が腕は上なのはわかるが点乗りはやはり不安になる。メンツの薄さに特に反論されない大阪杯に悲しき現在。大阪杯はあまりにもメンツが二軍最強決定戦みたいになってる。ブレッカという1点だけでハルテンの方が格上説あるだろ。ボッケリーニが G2 と勘違いして馬券内入ってきちゃいそうなメンツ。大阪杯に関してはドバイとのダブルブッキングで騎手も2軍という。大阪杯毎年スカスカやんって言われながらも1ヶ月前くらいになるとおっぱりといいメンツじゃんってなるんだけどね。今年はスカスカのまま行きそうですね。大阪杯に来そうなメンツってソウルオリエンス、キシーグアス、ゼッフィーロ、ロードデルレイ、プラダリア、ベラジオ、オペラ、ハーパールージュ、エバイユ、スタニングローズ、あと誰だ。 G2 でも驚かないメンツ。今年こそはさすがにソーバリアント来るやろ。賞金大丈夫だっけ。中山記念が大阪杯だと乗り換わり確定の竹豊ってのに少し嫌な予感が。 G2 ならめっちゃ豪華やん。 G1 なら少ししょぼくね。絶妙な塩梅。ボッケリーニとモリアーナは来そう。タスケイラは代表が国内路線に合わせてたらしいからメンツ見てこっち来るかも。レイベンは香港での疲労が抜けないらしいから大阪杯間に合うかどうか。日系新春杯組はどうなんだっけって思ったらブローザホーン、サボーナ、ハンダイハルテン、サトノグランツ、ハーツコンチェルト、海外で誰も来ないのね。まあ京都だから仕方ないか。そういえばガイアフォースフェブラリー使った後大阪杯行きそうじゃね。ジャックドールがいる年なら、展開向いたと思うけど。去年 G1 馬ごっそり引退したからそりゃ大阪杯薄くなる。いや引退した中で大阪杯出そうなのあんまいねえな。ジェラルディーナとかダノンザキットあたりは出たんじゃね。現時点ではよくいるサツキがピークの早熟馬みたいな曲線たどりつつあるのソウルオリエンスと、上がり場の炎症強いエルトンバローズで1キロ差だと中山記念普通に後者が勝ちそうな気がするな。大阪杯毎年こんなんやんって思うけどなんだかんだ去年も一昨年も G1 馬いたしな。去年はスタオンにダノンザキッドキラービとかモンテルドンナとかいたけど、比べるとスカスカだな。ハルテンの方がヤバそうだけど。ソウルが中山記念勝てば大阪杯もそれなりに盛り上がるでしょ。